これから公開インタビューということでさせてもらうんですけども、よろしくお願いします。え？公開インタビューの方。公演でインタビュー。公開インタビュー。コンディションの方とかはどうですかね。コンディションはめちゃくちゃ今、調子いいですね。まあ練習もそうなんですけど、最近は練習と同じぐらい食事にすごい気をつけてて、必ず絶対に食事は妥協しずに、コンディバランスにとったいい、まあ、体にいい食事をしっかりと取るようにしてから、本当に減量もいいし、練習中のコンディションもめちゃくちゃいいんで、食事にすごい今回は気にしながら毎日過ごしてます。練習追い込みはもう毎日のようにやってるんですか？いや、もう毎日本当にずっと、まあ週1休みだけど、でももう収録ずっともう、もう本当にやってもクタクタです。試合まで、もうすぐなんですけど、だから夜とかはすぐ寝れたりしてますか？あ、そう、あのね、睡眠も結構最近はしっかり取れるようになって、前とか今までだったら結構やっぱ睡眠で悩んだ部分もあって、結構やっぱいろいろ不安で寝れなかったりしてるけど、最近はねちゃんと寝れるようになったんですよ。多分それはね、食事もそうだし、まあ、ちょっと宣伝にはなるかもしれないんだけど、あのタケル の CBD のオイル、あれをね、タケルがね、まあ、プレゼントしてくれて、まあ、結構取ってるんですけど、あれめっちゃなんて気持ちよく寝れるというか。これ本当なんだね。うん、あのね、めちゃくちゃいいんでね、ぜひ。やっぱその寝るときとかは、試合の当日のイメージとかはするんですか？いや、あんま考えすぎると、やっぱ寝れないから、あんまね、もう夜になると、もうそういうスイッチは俺はもう切るようにしてる。あ、オンオフを大事にしてる感じですね。しっかりしてる。ただ、朝走るときはいつも相手のね、イメージ、試合をイメージしながら、戦いながら走ってる。いや、たまに走りながら、こうやってなんか、たまにシュッシュッっていうのでね、なんかやっちゃうんだよね。じゃあ周りから見たら、まあ不審者っていう感じですね。まあでもそうだろうね。葉っぱとかこうあるとシュッてね、こう、うん、それはもうちょっといっちゃってます ね。こうやってどんな試合内容にしたいとかありますか？いや、もうね、やっぱり、まあ、誰もが見て、まあ、楽しいって言ってやっぱ KO じゃん。だからしっかりとね、倒せるように、倒せるパンチ、キックも用意してるんで、もうしっかり倒す姿をみんなに見せてもらって勝ちたい。今回はまあタイトルマッチなんですけど、まあ、ベルトへのこう執念といいますか、思いっていうのはありますか？いや、もうベルトは本当にずっともうマクマクって言って、こう応援してもらってる人たちとか、まあ、みんなにこうベルトを必ずマクって言って自分も東京に出てきたんで、まあ、それが結構何回か、まあ、挑戦はあったんですけど、あと1本のところで届かなかったりとか、もう何回も3度目あったんで、まあ、今回は4度目なんですけど、本当にしっかりここは必ず取って、まあ、こうずっとベルトの姿を待ってくれてるファンの人たち本当にたくさんいるんで、そういう人たちに向けて必ずベルトを持っていきたいっていう気持ちがめちゃくちゃ今あります。今上京して何年ぐらいですかね。それでもうベルトをね、チャンピオンになるために上京してきたわけですからね。そう、上京してもう今だから8年だよね。8年ぐらいか。まあ、8年越しのベルトということで。そうだね。もう本当にみんなにもう持ってきたいなっていう。やっぱその達也のファンクラブといいますかね、その達也会ってあるじゃないですか。はい。の方たちもね、結構やっぱ統一応援しに来たりとか。いや、本当そうっすよ。っていうね、声があるんですけど。もういろんな全国からこう、ね、こういう時期にもかかわらずさ、こういろんなとこから僕のベルトをこう見たいっていう人たちがこうやって応援に来てくれるんで、それも本当に絶対に見せたいし、必ず巻きたい、はい、いつも応援してくれてるファンの皆様へ最後一言何かあればお願いします。はい、まあ必ずまず、しっかり勝って、まずはベルト一つで、皆さんに必ずお届けしますので、ぜひ楽しみにしてください。そして
会場での応援も、全力でよろしくお願いします。いつも本当にありがとうございます。はい、ということで、まあ、試合前ということでなかなかこういろんな企画とか前みたいなことできないんですけど、まあ、休日の、過ごし方だったり、まあ、あの計量日の裏側とかをこれからどんどん撮影していきますので、ぜひそちらの方を、また楽しみにしててください。それではまた次回の動画で、じゃじゃー。チャンネル登録ありがとう、高評価もありがとう、今日もありがとう一日、明日も笑って一日。